ジェボーダンの獣、ジェボーダンの獣、ジェボーダンの獣は18世紀のフランスジェボーダン地方。現在はロゼール県の一部に出現した狼に似た生物。1764年から1767年に、かけ、マルジュリド産地周辺に現れ、60人から100人の人間を襲った。獣が何であったかは現在も議論されている。事件は 未確認動物学と陰謀の両方の面の憶測がされている。15世紀に首都パリに迫った狼の群れの史実が有名であるが、18世紀後半のフランスではソアソンやペリゴール、現在のドルドーニュ県など各地で狼被害が相次いでいた。獣は牛と同じ大きさの狼に似た生物で広い胸部をし、長く曲がりくねった尻尾は、 ライオンのような毛皮の房で先端まで覆われていたと記述されている。そして小さくまっすぐな耳と巨大な剣士がはみ出ているグレーハウンド剣のような頭部をしていたという。獣は全身が赤い毛で覆われ特筆すべきは黒い縞が背中の長さ分あったことだ。獣が最初に襲撃したのは1764年6月1日だった。 乱暴ュ、現在のロゼール県のコミューンから来た女性が、樹木の間から狼に似た動物が現れ、自分に向かってまっすぐに走ってくるのを目撃した。しかし、農場の王子たちによって追い払われた。6月30日、公式に確認された初めての犠牲者14歳の少女ジャンルブルが、乱暴ュから遠くないレウバックの村近くで、行方不明となり、翌日、 内臓を送われた遺体となって発見される。この生き物の伝えられた殺害の仕方は、捕食動物としては異常で、しばしば獲物の頭部を標的にし、普通なら、捕食動物が狙う足や喉を全く無視していた。頭部は砕かれるか食いちぎられていた。伝えられるところによれば、獣は牛を避ける傾向があり、農場の家畜ではなく、人間を標的としているように見られていた。 何度も同じ草原に牛がいたというのに人間を襲ったとされる。獣は同類をもう一匹連れていた、あるいは子連れだったという報告がいくつかある。近くに人間、獣の飼い主がいたことを暗示する証言は記録されていない。犠牲者の確かな人数を調べることが難しいため、確認された記録をもとに198回襲撃がされ、 死者は八十八人、負傷者は三十六人であると見積もられた。他の情報源においては、蒸気の結果を上回り三百六回の襲撃、死者百二十三人、負傷者五十一人とされていた。獣の好んだ獲物は、女性と子供で、農場で少人数で仕事をしていたことから、たやすく狙われたと考えられる。一方で、男性は、釜や草刈り釜のようなものを武器として使うことが、 可能だった上、しばしば集団で草原で作業していたため狙われ、憎かったと思われる。1765年1月12日、ジャック・ポルトフェと6人の友人らが獣に立ち向かった。彼らは共に行動しながら、獣を追い払った。彼らの奮闘が、フランスを売るい15世紀の興味を引き、王は少年たちに300リーブルを与えた。また王は、 狼狩り専門家ジャンイコールシャルル・ダンヌバル、ジーン・チャールズ・マルク、アントイネ・ボーメイル・ディ・エンベルと、彼の息子ジャンイコール・フランソワ・オオカミの息の根を止めるよう命じた。王は、ジェボーダンの怪物の襲撃に、個人的に興味を持っていたのである。ダンヌバルフ氏がクレルモンフェランに到着したのは1765年2月17日だった。彼らは、狼狩り用に、 トレーニングされた八頭のブラッドハウンド剣を連れてきた。フシは獣が狼であると信じていたため、彼らは数ヶ月間ヨーロッパ狼を狩り続けた。しかしジェボーダンの獣の襲撃はやまず、1765年6月になって王のヒナは十運搬人でカリュードの注意、フランソワ・アントワーヌ、別名、アントワーヌ・ド・ボーテルヌと交代させられた。 アントワールは6月22日にルマルジュに到着した。1765年9月20日、アントワールは体長1.7メートル、体高80センチ、体重60キロの巨大な灰色の狼を仕留めた。狼は近郊のアバイエドシャズで、シャズの獣、ラルーデ・チェイゼスと呼ばれた。この動物は狼としては巨大だと地元で認められた。 アントワーヌは次のように公式に宣言した。我々はこの手で獣を仕留めたことを宣言する。これと比較される大きな狼をもはや見ることはない。さらに、この生き物が恐ろしい獣となって多大な被害を引き起こしたのはなぜか、我々は判断ができない。狼は剥製にされて、ベルサイユへ送られた。ベルサイユで英雄としてアントワーヌは迎えられ、称号や勲行。 多額の報奨金を受け取った。しかし、1765年12月2日、獣は再びラブスイルサン・マリーに現れ、二人の子供たちに禁止の重傷を負わせた。その後も12人以上の死者が出たと伝えられた。1767年6月19日、地元の漁師ジャンシャストルは、獣を殺しすぐに襲撃をやませたことで名誉を得た。 シャストルの成功の報告周囲には、議論がある。一家の伝統だからと、シャストルは大規模狩猟団に参加した際、聖書を座って読むことと祈りの時間を要求したので、ある。祈りの最中に、獣がやってくるのが、視界に入ると、獣は、シャストルをじっと見つめ、彼が獣を撃つ前に、彼が祈りを終えるのを待っていたという。獣が、視界に入れば襲うというのが常であるのに、 これは蒸気を逸した獣の振る舞いである。一部の人は、シャストルが、獣の事件と関係しているか、彼が獣を訓練したことの証拠だと信じている。しかし、祈りの話は、信仰やロマン派主題を単純に捏造したに過ぎない。多様な解釈が襲撃当時からなされた。単なる狼の襲撃が誇張されただけとする説や、現地語で、ルーガルー、ルップガローと称される狼男が、 正体だという説もあった。さらに極端な説としては、神罰だという主張や、邪悪な魔法使いにより呼び出された魔物であるとの主張もあった。しかし襲撃があったのは事実であり、現地では、人トクヨオカミの襲撃、アフリカから持ち込まれたハイエナの脱走、ジャンシャストルの射殺した白星が残っていたオオカミと、犬の雑種の話といった事実が要素となり、 そこに、狼男という当時の都市伝説的な客色が、された結果という話も伝わっている。野生の狼は常に人間との接触を避け、家畜を襲うのは、狩猟対象が不定された場合に限られている。それに反して、ジェボウダンの獣は、人間と家畜が同じ場所にいても、家畜を無視し、もっぱら人間を標的にしたと言われている。 これを狼ではない証拠として考える向きもある。しかし、当時の狼は、現代の狼より攻撃的であったとも考えられる。15世紀にパリを包囲した一九狼の一軍の史実はその証拠の一端である。また、フランスだけでなく、ヨーロッパでも、中国でも人を襲う狼の群れは、貴族、騎士階級の軍事訓練を兼ねた、狩猟の名目で、 淘汰されてきた歴史的経緯がある。現代の人との接触を避ける狼は殺傷能力の高い重機を持つ人間を積極的に避ける集団が生き残ったことによる自然の淘汰の結果であると主張する者も,もいる。例として、現在、世界中の地域の中で狼の襲撃が日常茶飯事で起こる場所は環境保護や野生動物との住み分けなどといった 環境対策が不十分にしか行えない非常に貧しい地域であることが挙げられる。他説では、獣はハイエナのような異国の動物であり、飼われていたものが逃亡したのだと主張されている。二種のハイエナが人を襲うことも知られている。アフリカ、中近東、パキスタン、西インドに生息する島ハイエナとアフリカ原産のブチハイエナである。ハイエナは、 ジボーダンの獣と同じような傷を残すことが知られており、人間を襲う際は最初に顔面部に噛みつく。また褐色ハイエナは体毛が褐色であり、時に赤褐色の個体もいる。と同時に島ハイエナとも似た、縞模様を持つ。しかし、ハイエナはジボーダンの獣がしたように滑らかな足取りで走ることは考えられず、高く飛び上がることもできない。ロレン・コールマンの クリプトズラジー A2Z 未確認動物百科事典の35ページにはパリの国立自然史博物館でフランズ・ジュリアンという名の白星子がジャンシャストルにより撃たれたとリストに挙げられ記載のあるのと似た動物を発見したと言う。その動物は白星にされて1766年から1819年まで展示されていた。それは明白に アフリカの島ハイエナと証明されるものだった。ヒストリーチャンネルで放送された番組謎の狼男を終え、では道動物学者と警察出身の犯罪研究家がハイエナ説を指示し、それをシャストルが飼いならしていたため命中させに、福井の銃弾で仕留めることができたのではないかとした。番組では現地を取材し、現地の人々がもともとプロテスタントであったのに、 フランス国王によって強制的にカトリックに回収させられた事実か、カトリック教会には住民による指示が必要があったことや、もともと地元では人付き合いが悪く、変わり者とみなされていたシャストルが、カトリック教会の祝福を受けた銀の銃弾によって獣を倒し、その後は銅像まで作られるような英雄になったことを紹介している。また、 当時の富裕層がアフリカからハイエナなどを取り寄せていた事実や狼ではできないが犬やハイエナならば飼いならせば人を襲わせることができることも紹介しているその他の獣の説明としてペットとして飼われていた犬か雑誌であるとする説があるこの説は自然史家マイケル・ルイスら大勢から支持されたテレビシリーズによれば獣はハイブリッドウルフであったと主張されている ハイブリッドウルフは、狼側の親のように人を恐れず、状況が容易であり、いくつかの報告にあったように人に随伴して、行動することもできる。フクロウオオカミは当時絶滅してはいないが、まだ、イギリス人ですら、タスマニア島へは入植しておらず未発見であった。ただし、人間の手によりなんだかの入手ルートで、フランスに侵入したという可能もある。外見が狼に似ていて、 背中に縞模様があり赤茶色の体色に長い尻尾と、獣とその特徴が全て一致する。人間に飼育されていたナマケグマが逃げ出した、または飼い主が意に逃がしたものが暴れていたという説。多くの目撃情報をもとに書かれた獣の絵は、ナマケグマに外見が似ており、両前足の鍵詰爪、犬のような顔と、毛色と大きく長い尻尾を除けば、身体的特徴が一致する。 またナマケグマは、ハイエナと同様に人間を襲う際に顔面部に、噛みついたり、爪で人間の頭皮を剥いでしまうこともある。幻の動物たちから未知動物学への招待で、作者のジャンジャック・バルロアが挙げている説の一つ。当時のフランスで富裕層がハイエナは、もちろんアフリカの動物を取り寄せることがあった事実から、世界各国から取り寄せられた動物が何らかの理由で脱走したか。 不法投棄などで野生化指導地で暴れていたという説。ハイエナなどフランスに生息しないはずの生物に似た姿だという目撃証言は、複数の生物の目撃証言が混合したというもの。絶滅したはずの動物の隠れ住んでいた一団が、戦争による山夜の荒廃などの理由で住みかを追われた、または人間が外国からそれらを持ち込んだという突飛な説。 灰色狼の祖先ダイアウルフや目撃証言と一致する特徴を持ったアンドリューサルクスに古代の大型ハイエーナのパキクロクタ、果てはサーベルタイガー説まである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。